ね。え、僕はちょっと、結構、ああ、もう、正解出ちゃったなっていう気がしちゃったんですけども、これを超えるアンサーがだってさ、はい、失礼でしょ、その次の彼女に。あ、なるほど。前の彼女の時はこういうことしちゃったから俺次はこうするよ、お前に。どうしたら、比べるものでは。そう、あー、なるほどなるほど、全然ダメよ。ワーストワースト、これワースト、これまさかのワーストよ。だからそのまず、はい、そ、思いっきりこう、はい、考える、逆に考えてしまうっていうのはどうでしょうっていう、そのベストアンサーさんも言ってたけど、そうですね、そうですね、ベストさんの言ってると そこまで合ってる。逆にすごいいっぱい考えたらどうですかっていうの、そうですよね、そこまで合ってるの。あ、ただそこまでは同意見だ。その忘れようとする必要なんてないわけでしょ、だって。なるほど。相談さんは結局その、はい、忘れたいのはなぜなのかと、忘れる必要なんてないんだから。思い出をさ、美化するとかそういう話じゃないの。忘れなくていいの、全部覚えといて。その元カノの方が好きなのでいや、まだ好きですって言って失礼は。あー、やばい、あー、やばい、やばい、いや、今殴るんじゃないかと。元カノのさ、それ違うの、新しい彼女の気持ちになっちゃうって。相談ってこういうもんだから気をつけて、ね、ちょっと今僕も思わずですね、いやいや、自分が何したいのかはっきりしないと。あ、なるほどなるほど。自分の気持ちをはっきりさせたいんですっていう相談だったらまだ分かるよ。なるほどなるほどなるほど。そんな自分の聞けよ。お兄貴だから俺、ほら、パッションやらですか。違う、忘れる必要なんかない、誰にも失礼なことはしちゃいけないそれ根系あんま、いや、ここよ俺が一番伝えたい。あ、そこなんですね、今回伝えたいことは。じゃあ次も、また、ヤフー知恵袋に。チョン君さ、はい、ヤフー知恵袋って言ってるけどさ、はい、俺ヤフー知恵袋だと思ってるんだけどさこれどっちが正しいと思います皆さんは。あ、なるほど。ショーン君はヤーフーって言ってて、ちょっと俺かっけえなと思って。あ、俺はヤフーって言って、今後はヤーフーで統一してる。ヤーフーでいきますか。ヤーフーでいきましょうか。一応この企画に、業界っぽい、業界っぽい。あ、それもちょっと知恵袋に聞いてみよう。ああ、そうです。ヤフーって知恵は業界っぽいと思うんですけど、どうですか。業界っぽいと思うんですけど。これコーナーとして成立するの？質問はネタ切れませんか？そうか、そうか、そうか。その質問来たか、みたいになっても。はい、OK です。ありがとうございます。